ムレイです。今日はですね、新しいシューズ買いました。まあ実はちょっと前からね、靴自体は用意してました。まあ今回はね、まあそのシューズのレビュー紹介とかもね、含めて、あと僕明日試合なんですよ、5000なので、まあその前日刺激で1000メートル1本行くんで、新しいシューズで試し履きしたいと思います。実装を含めたねレビューになってますんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。じゃあ靴紹介します。お前結局かよっていうコメントを今流れてます。多分流れてます、はい、戻ってきましたね。ナイキベイパーフライネクスト3、やっぱり今年の勝負シューズこれにします。もう買えへん、もう買えへんことにしとこう。これにする。履き心地とか、なんかこのシューズの特性とか、まあ、いろんなメーカーのシューズの違いとか、このシューズどういうとこが気に入ってるかとか、なんかそういうのもですね、話していきたいと思うんですけど、その前日刺激の1000メートルも今から走るので、基本的には僕結構前日刺激は全力で走るんですよ。だからまあ2分45とか、そういうスピードを出した時に、どんな感覚を得られるかっていうレビューも込み込みになってます。なんか結構このシューズって他の人のレビュー見ると、スピード出にくいみたいな。2の方がスピード出た。これだからフルマラソン用みたいな、なんならちょっとひどい言い方する人だと距離走用みたいな、フルマラソン3時間とかの人でも使いやすくなりました、初心者モデルに戻りましたみたいなね、はいはい、なんかそういう言い方されてるんですよ。けど大迫傑履いてるじゃないですか。そうですね。初心者かよと思うわけ。ケニア人の世界陸上とかで走ってる人みんなこれ履いてたけど、初心者ちゃうやん。なので、まあ、どっちかというと僕は今回その 1000m 全力でやるんで、まあ、それ見た感じでちゃんとスピードは出るのか、学生駅伝とかでも使えるのかみたいな。フルマラソンの、ね、レビューがやっぱほとんどだと思うんで、僕みたいにロードで5キロ10キロ、走っていく人ってね、なかなかレビューする人には少ないと思うので、じゃあまずちょっと 1000m 行ってきます。まあ早くは見えたんですけど、タイムが思った以上に早かったような。いや2分40ちょうどやろ。え、これほんまある300、やっぱここ早いよな。早いですね。いや分からない、その全力2分40ってまあ結構いけるときはいけるけど、動き良かったんでそこはあるかもしれないですけど、めっちゃきつかったけどな。ちゃんと後半まで持った。尖ったやつってさ、最初の400いけるやん、後半きつくなってくるやん。それはなかった。だからもうちょいペース下げたら2000も3000も5000もいけるなって感じの靴になる。まあ、じゃあちょっとここからシューズの詳しい話していきたいなというふうに思います。お疲れ様です。はい、ということで 1000m 見ていただきました。まあ、じゃあこのシューズちょっと一回履いてみますか。アシックスのシューズレビューとかの時に言ったんですけど、まずアッパーの話ですね。これがやっぱその伸びる、アシックスとかやとね硬いじゃないですか。そうですね。でアディダスも硬いんですよ。締め付ける感じですよね。そうです、そうです。でこれは緩い布みたいな、やっぱ言い方を変えればやっぱこここうだった時にすごいこう下に下がったりとかして伸びるからホールド感がないんです。ブレるってよく言うんですね。ただあんまり分かんないかな、そのブレるっていう感覚が。僕にはむしろこのホールド感がこう心地いいというか、気持ちよく締め付けてくれる。結局まあこのソールとかの好き好みとかシューズの
と違いってあるんですけど、このアンパーがとにかく他のメーカー僕合わない。あ、そのジョグシューズは違いますよ。ジョグシューズって結構緩めに作られてるじゃないですか。あんま繊細じゃないじゃないですか。だからジョグシューズで足痛くなるとかないんですけど、こういうレースシューズだと、まあ、僕試したことあるのが、まあ、前回のアシックスのメタスピードスカイ。アシックスはエッジとか、あの他のモデルもあるんですけど、そっちは選択肢に入らなかったんですね。だってエッジにしたって多分一緒やん。そんだってスカイしびれたけどエッジしびれへんとかなさそうじゃない。そうですね、なんか一緒っぽいやん。ベースは一緒なんです。そうだよね。だから、エッジはやめましたと。でもう一つアディオスプロ、はい、アディダスあるじゃないですか。あれ結構今売れてて学生駅伝とかみんな履いてるんで、やっぱ候補にも入れたし、みんなあの視聴者の人とかもアディダスいいですよ、おすすめですよって言われたんですけど、僕アディオスプロ2履いたことあるんですよ。はいはい。これがね僕ね結構ダメで、もうそのダメすぎて動画とかでももう履いてることとかも一回も言ってないぐらいダメだったんですよ。ここのソールのダメ感もあったんですよ。でもそれはすごいめっちゃ良くなったってみんな言うんですよ。僕の友達とかもみんな言うんですよ、アディオスプロ3もすげえ良かった。でもアッパーはどうなんだって話で、アディオスプロ2履いた時も締め付け強くてダメだったんですよ。俺の足の形がどうなん、ちょっと太いんかな足が。ワンチャン特殊な形してるんで、うん、ナイロン素材みたいな素材のやつだと僕も締め付けが強くなっちゃって足がもう窮屈になってしびれちゃうと。やっぱレースって後半になっていくと足むくんできますから、あのでっかくなるんですよね、ちょっと。なのでもうアッパーが合わないっていう理由で、まずはもう僕の中でほぼ選択肢がナイキしかなくなりました。だからどっちかというとこのソールがなんかスピード向きじゃないとか、フルマラソン向きだ、初心者用になったとかよく言われてますけど、まあそんな気にしてても足痛くなったら終わりじゃないですか。そうですね、うん、もう話にならないんで、うん、まずもうその時点で僕はもう足合わへんシューズってやばいなっていうことで、もうナイキ一択にしました。じゃあ次ソールですね。このつま先の抜けが前のベイパーネクスト2とかだとしっかりつま先で蹴るときにここが曲がってバンって前に進む感じするんですよ。はいはい、蹴ってる感じ。けど今回のやつはなんか傾斜があるからか分かんないですけど、こうなんかね抜ける感じというか、こう蹴るじゃなくて転がる感じ、はい、スパッとなんかつま先でなんか抜けるんですよ、足がスコンって。だから踏み込みが弱く感じる。ただ長距離において一歩一歩踏み込んでいかないんで、3000でもそんなんいかないじゃないですか。俺5000、10キロとかになったらやっぱり気持ちよくイーブンで走る、楽なフォームで走るのがやっぱ一番なんで、確かにスピードが出にくいって言ってしまえばそうかもしれないですけど、こう長距離を走るのに適した楽なフォーム勝手になっていく。だからなんか動きがちっちゃくなるかもしれないです、もしかしたらこれ履くと。けど別に長距離やったらそれでいいんじゃないかなっていう。 1000m 全力でやりましたけど、このペースで5キロいかないんで、あくまで3分とか3分5とかで行くんで、そこのペースに対して問題はないかなと。逆に流しだけ履いたりとか、こういう僕みたいな今日の 1000m1 本とか、そんなんだけやったらちょっとスピード出にくいなっていう不安を感じる人はいるかもしれないですね。多分試し履きしてそう思う人って多分そういうことじゃないですか。これ実際にフルマラソン走って俺を試し履きとしますって言って買うとか無理じゃないですか。結局店頭で足通したりとかちょっと流ししたりとかしかできないじゃないですか。そうですね。だからそういう感じでいくとファーストタッチは確かに悪い、多分これ誰が履いてもスピード出にくそうやな、微妙やなと思うかもしれないですね。あとクッション素材ですね。このクッション素材が初代に近づいたんですよ。あのだからベイパーの初代みたいなクッション性、ちょっとこのプニョプニョした感じの、はいはい、ネクストの2とかはちょっと硬かったのよね。だからちょっと普通の靴になってたのよ。でも逆にそれが良かったっけよね。結局はあの3になってまた初代っぽいブニブニソールに戻ったんで、まあ、そこ好き好みあるとか言うんですけど、まあ、僕は正味どっちでもいけるかなと。ナイキ好きだったらもうこれでいいんじゃないかなって感じで、初代に戻ったって言うけど全然違うよ、走ってみたら。俺初代から履いてるからね、君たちが買えなかった時から履いてるから、ね、流通する前から持ってました、ね、言わしてもらいますけど全然違います、うん、はい、初代とは違います。まあこれにはこれの良さがある、まあ、どっちかというとその初代好きの人にはいいんじゃないでしょうかっていう人はおるけど、それはもうクッション素材の話やから、全然走り方とかこの抜けの感じとかは全然違うから、まあ、毎度毎度言いますけど試してみな分からんから試してほしいところではあるんですけど、バカ高いんでね。他なんかでもあります？最近流行ってるやつ。やっぱり今一番多いのがナイキ、アシックス、アディダス。はい、そこ3つですね。ね、まあ、水野はもうないやん。ないですね。誰履いてる水？島津くらい。島津と村沢明信さん以外、俺誰が履いてるか知らんもん。自分もほぼ出てこない。見たことないわね。鈴子やったら、他いいの出したよね、最近。もともとさ、なんかウルトラの人とかよく履いてたけど、はいはい、最近普通のトップアスリート選手にも履けるやつ出して、ロケット X みたいな。あー、ありましたね。あとはまあ、ボンか。あー、はいはい。ボンもね、あれなんか耐久性すごい悪いみたいな書いてるやつ。やっぱそうなんですね。いや、なんか別にボロボロになるとかじゃなくて、はい、単にボン自体がこの反発、ペーパーの反発とか、そういう機能性を 100% 保つには160キロぐらいしか持ちませんよってことなの。うん、で
公式が言ってるだけで、そんなこと言ったらこれだって200ぐらいしか持たんからね。そうですね、ピークは。だからあんま練習で使うなってことよ。練習は肩落ちのボロいやつ履いて試合で履くみたいなのがいいと思うんで、大体その5つぐらいですかね。そんなぐらいしかないよな。そうですね、だからまあ選択肢って実はね、実はあんまないんですよ。あとはまあ最後にね、一つ言えることはやっぱデザインですよね、うん、かっこいいですよね。めっちゃいいです ね思うでしょ。他のメーカーとはまた違う、なんかそう海外チックな、うん、シンプルやし、うん、いろんなこうガチャガチャしてへんや、うん、色とか模様とか。まあそんなところでね、今年の、勝負シューズ、まあやっぱり変えてこれに、しますというね報告動画でした。まあ最終的な意見としてはですね、短距離とか短い距離走った感じ、スピードの、出づらさ、走りづらさっていうのは感じる人は、まあ、確かに多いかもしれないですけど、5キロとか10キロとかだったら他のマラソンシューズ、厚底シューズにも引けを取らないぐらいの、スピードで走れると思います。 1000m とか1500とか、例えば中学生でとか大人でもそうですけど、駅伝あります、ロードレースあります、 1.5 キロですだったら、まあ、全然昔のやつのがいいかなと思います、うん、とか他のシューズ、アディダスの匠1000とか、ああいうのがいいかもしれないですけどね。学生駅伝だったらね、5キロ10キロぐらいあると思うので、だったらこっちの方が後半まで持つ走りでいけるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんで僕的には学生にもおすすめ、短い距離の人にもおすすめ。まあマラソンのことは僕は正直あんま詳しくないんでね、うん、僕マラソン失敗してるんで、ね、2時間24分かかってますからあんまなんかこういうシューズはマラソンに向いてますか分かんないんですよ。そうです、1回しかしないし、4が2時間23分23分あんま変わらんやん、一緒っす、ほぼ一緒やんけ、ほぼ一緒っす。なんかお前一応トリガーで一番早いみたいな。そうですよ、ね、全然お前あかんやん、変わらないっす。え、お前最後歩いた？歩きました歩いてたら TKD プロジェクトの YOSHIKI さんに抜かれました。そうね、一周抜かしでってことや。あ、そうです、そうです。え、最後の2キロどんぐらいかかった？最後の2キロはもう、まあ、1キロで今ラスト1キロとか、ラスト1キロまだ動かしてます。あー、そうなんや。そうなんです。一番遅い1キロどんぐらいかかった？多分7分ぐらいかかってます。え、そんなかかった？もう歩いてるんでほぼ。あ、そうなんや。そうなんです。あ、じゃあ俺だって4分20とかで。あ、そうなんですね。そうやね、まだ走ってますね。走動かした動かした、一回も立ち止まってはない。お前もったいない。そうなんです。いや、走れって思ってたんですけど、うん、体がもう拒絶して。だって35キロぐらいまで2時間17、8分ぐらいと一緒に行ってたでしょ。そうです、そうです。そっから一気に歩いて、一気に歩いて23分まで落ちたの。そうです、一気に回復してまた走り始めてって感じです。あ、俺は2時間20分から21分ぐらいのペースで走り続けて、最後4分とか4分10に落ちて、最後5キロ21分ぐらいかかって、そこまでペースが落ちちゃったよって感じなんで、ちゃんと走ってますね。あ、僕の走ってます、まともに走ってますまあそんな感じでこれで頑張りたいと思います。もう全言撤回動画出さないでしょもうこれで言い訳つけれないから。じゃあ今日の動画ありがとうございました。